にちは。ふふ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 ふ。はい、皆さんこんにちは。SK48 12期研究生、愛知県出身、中学2年生、13歳のみやびこと長谷川みやびです。よろしくお願いします。イエーイ、こんにちは。ちょっと久しぶりです。はい、突然ですが皆さん、なんか違うところありませんか？私 なんかほら、なんかない？ほら、前髪。あ、確かに前髪はもうなんかほぼあんまセットしてないみたいな感じなんですけど、ちょっとね、まあ惜しいです。はい、なんでしょうか？顔が大人びた。顔が大人びた。大人びましたかね。髪の毛が一段と綺麗になった気がします。あ、正解。そう、実は美容室に行ってきました、昨日。昨日で、見てください、これ。ほら。ほら。ほら。見て。ほら。ちょっと、後ろ姿見ればわかる。ほら。すごくない？ すごくないですか？かわいい。かわいい。自分で言っちゃったけど。サラサラ、そう。なんと、ストレートにしてもらいました。夢のストレート はい。これで私は、もう、サラサラなので、はい。髪の毛の量が多いのは、まあ、変わってないですけど、広がってるとは言わせないです、もう。どうですか？サラサラ。サラサラです、ほら。もうこんなサラサラよ。わー ほら。サラサラ。すごくサラサラですね。もうね、ずっと触ってたくなるようなサラサラな髪の毛になりました。イエーイ。ますます美少女。やった。嬉しいですね。ちょっとアピールしとこ。サラサラー サラサラですね。シャンプーの宣伝みたい。本当？サラサラ。CM 出られるぐらいサラサラだね。ね、もうサラサラのサラサラになっちゃったよ。サラサラで思い出したけど、昨日サータンがみやびちゃんとの可愛いツーショットを送ってくれた。メールかな？もうこれでサータンと並んでもサラサラです、私は。はい、なんかこうやって髪の毛がさ、サラサラになったわけなんですけれども、ですね、朝起きるんですよ 朝起きた時に、今日全然寝癖がついてなかったんですよ。もうストーンって感じで、これよりもちょっとボサッとしてるかなって感じなんですけど、でもストーンとしてて、そう、前髪だけすっごいことになってたんですけど、そう、前髪はね、そう、そんな癖がないから何もしてないんですけど、そう、サラって感じで溶かすだけでこれです。アイロンしてません。あ、すごーい。長谷川沙羅ちゃんね、もう私長谷川沙羅ちゃんになっちゃうね。どうしようかな。はい、でもサラサラになっても髪の毛が、私は長谷川みやびです はい、私は長谷川みやびです。なので、これからもみやビームと呼び続けてください イエーイ。はい、これが嬉しいお知らせでした。はい、髪の毛がサラサラ、本当にびっくりです。つまりビームもいつもよりサラサラに。じゃあ
試してみましょう。いきますよ。ミュービーム、うわー、サラ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 、はい、どうでしたどうでした。カレーもサラサラに、スープカレーになっちゃうスープカレーになっちゃうよ。カレーサラサラ、まあ、うん、うん、そう。でも北海道行った時、スープカレー食べるか海鮮丼食べるかラーメンを食べるか迷ったんですけど、やっぱ海鮮丼にしたんですよ。なのでもし今度北海道行く機会があれば、ラーメンもスープカレーも食べたいですし、もちろん海鮮丼も食べたい。全制覇したい、北海道名物を。サラサラ効果が追加されてる、本当やったね。気持ちが流れていくぐらいサラサラビームでしたじゃあもうサラサラになったってことだね。ビームもこのなんかこの波系からこうなったってことね。これじゃなくてこうってことですね。素晴らしいもうこうですから、私のビームもうこうじゃないから、こうこう、もうまっすぐです。これからビームは、はい、まあ、今までもこうやってまっすぐにビームしてましたけどね。ハートありがとうございます。今日は本当はあの紺色の T シャツを着てたんですけど、髪の毛分かりやすくていいかなと思ってピンクにしました。はい、ちなみにですね、なんとね、ちょっと見てほしいんだけど、ほら見て、ベビタピのやつ、ウフフフフそうウフフフフなんですよ。ベビタピのタピオカ屋さんのやつね、そう、小学校 4,5 年生ぐらいの時に買って、それで最近着始めた。そう、まだちょっとねサイズが大きかったからね。そう、ピンクで可愛いんですよ、うん、ピンク大正解です。やった、やっぱピンクにしてよかったですねうふふふってサザエさんじゃないんだから。確かにちょっとサザエさんっぽいかもしれん、うふふふふふって感じですね。はい、私はみやびさんみやびさんです。背景白いから黒髪映えますね。確かにはい、もう映え映えな黒髪でございます。小学5年生って1年前くらいかな。いや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 、中学2年生です今。だからね、1、2、3年ぐらい前、3、4年ぐらい前ですね。そうですね、3、4年ぐらい前です。わーわー、すごいね。でもね、ずっと袋の中に入れてあったから超綺麗超綺麗です。明日は合格通知から1年よ。未完全でも密着されてた当時のエピソードトークお願いします。あ、当時はですね、あのゼストミュージックスクールで特待生として活動させていただいてたんですけど、8月だからちょうど10ちゃん縁日がの前ぐらいですね。10ちゃん縁日が何日にあったんだっけ。そう、なんか多分ね、写真のフォルダを見ればわかるんですけど、8月のね中旬か末ぐらいにあったんですよ、10ちゃん縁日が。
うん、懐かしいことにことですね。まね、懐かしいです。とね、8月10日のやつがちょうどあればいいんだけどね。ないかもしれないね。あ、うん、そうだ。十茶院日が多分8月12日にあったんですよ。なので、それの2日前だ。ちょうどね、あの、9日と11日の写真はあるんだけど、10日だけないの。そう。ね、懐かしい。この時は、もう合格通知が来てたんですよ。実は。いや、違う。確か、8月11日に合格通知が来たんですよ。で、その時がちょうど、十茶縁日のリハーサルの前。うん、十茶縁日の前の日にリハーサルがあって、そのリハの前に、合格通知が来たんです。そう、それで、すごい、なんて言うんですか。はい。びっくり。びっくり。びっくりです。すごいね。1年前なんだ、これが。すごい。すごいね。もう1年も経っちゃうのか。素晴らしい。すごいね。懐かしいですね。通知が来る日は事前に分かってたの。どうだったっけ？なんか、お昼に、なんかその日のお昼ぐらいに来ますよ。みたいな感じでした。だから、もうなんかお昼ぐらいになって、ああ、もう12時になった、いつ来るかなってドキドキしてたの。そう。で、それで、わあ、私 SKE 入れます。やったーってなって、それで、その次の日に十茶縁日があって、楽しかった。楽しかったです。うん。で、その後に、一緒な特待生のユニットの子たちに報告して、そう、みんな泣いてくれたよ。そう、みおちゃんはもう号泣してた。しほちゃんもね、なんかね、しほちゃんはあんまり泣かない子なんですよ。でもちょっと寂しそうな顔してました。多分ね。合格する自信はあった。合格する自信は、でもなんか、半分半分ぐらいな感じだったかも。合格するかもしれないし、しないかもしれないし、どうなんだろうなって感じだったんだよね。どうなんだろうなって感じだったんですけど、はい。でも、合格ってなった時は、嬉しかったです。本当に。そのメールが、なんと、おめでとうございますって書いてあったんですよ。なんかね。そう、なんか、12期生です、みたいな。そう。わーその時の感動は今表せないけど、でも、本当に嬉しかったのは覚えてる。めっちゃ嬉しかったんだよ。本当に。本当に嬉しかったの。でも多分その時は実感してなかったと思う。うん。はい。そう。合格しました。おめでとうございます。って感じだったの。すごーい。すごーい。おめでとう。おめでとう。はい。去年の今頃は、
たいな感じだったのかな多分。ちょっとお水飲みます。SK48 のメンバーだって実感できたのはいつの時？でも結構なんか遅かったかもしれん。なんかそれまではなんか体験させてもらってるみたいな、そういう感じだった。メンバーだってことは分かってるけどみたいな。そうやっぱ公演とか出始めてからですかね、自分たちの公演でみたいな。ユニットとかもあって、そんぐらいかな。そんぐらいかな。内緒にしなきゃだったのは大変だった。もうね、今すぐ誰にでも言ってしまいそうなぐらいね、嬉しかったんですけど、さすがにね、そんな言わなかった。そう、友達とかにもね、さすがにね、さすがに言わなかったし、ちゃんと入ってから言ったの。そう、家族とかには行った。そう。家族とかには行ったよ。ちょっとすごいですね。だいぶすごい。なんかお披露目の時は本当になんか、覚えてるんだけど記憶がないの。なんか自己紹介の時の記憶しかない、本当に。なんかね、あっという間だったの本当に。なんか初めてが大きいステージだったからめっちゃ緊張したし、すごく緊張したね。今未完全見たら11日でした。ちょっと待って、合格してましたって言ってたよ。ちょっと待って、合格してました。ああね、そういう感じだよね、本当に頭真っ白って感じだったかも。同期のみんなとはすぐ打ち解けた。でもなんかもともと知り合いですとかそういう子もいたんだよね。だからもう最初は結構何もわからないから、何もわからなかったかも。何もわからないから、何もわからない、本当に何もわからないから、そんなにすぐにはあんまり打ち解けなかったかもしれない。もう最近はすごい誰とでも喋れる。最近っていうか今では誰とでも喋れるんですけど、そう、何もわからなかったからね。本当にね、同期の子の中になんか知り合いとかがさいたら、なんかオーディションとかで喋った、まあさつきちは喋ったんですけど、オーディションの時に横隣の席だったからね。そう、でもあ、オーディションでいた子だぐらいな感じ。そう、なんか同い年だからちょっとほっとした感、なんていうの、一人だけ小さかったらちょっとあれじゃん。だからやっぱ同い年がいてよかったなって感じがしました。そうですね。
そうですね。まあ懐かしい。懐かしいですね。オーディションの時からオーラ出てた子誰かいた。なんかオーディションの時あんまり周りのことを気にしてなかったんですよ。本当になんかもう他の子はなんか私の前の席になんかミヤビームいたよとか、なんか私の斜め前とかにミヤビームいたよって言うけど、え、こんな子いたっけみたいな、あれこの子いたみたいな。だから周りのこと気にしてなかったの本当に。隣だけ、サツキチだけ、サツキチだけずっとそう、気にしてたっていうかなっていうの。サツキチは知ってます、他の子はわからないみたいな。そう、覚えてないの。覚えてないの。そう、なんかユアニャンとかオーディション番号が隣だったけど、多分なんか歌唱審査とか隣にいたけど分かんなかった。分かんなかった。多分顔を見てなかったんだと思う、緊張しすぎてみたいな。本当に地面とかドアとか見てた覚えがあります。あ、このドアの中ではあ緊張するなみたいな、そんな感じですね。そう、みんな意外に顔見てるんですよ。そう、顔見てる。そう、なんでだろうね。何も、うん、サツキチ以外覚えてないよ。どうしてだろう。どうしてだろう。オーディションの初配信時も緊張しながらも雰囲気あったね。ありましたか、雰囲気。オーディションの初配信の時さ、何もわからないからさ、何もわからないからお母さんと、そう、お母さんに手伝ってもらってたんですよ。そう、今となってはめっちゃ一人なんですけど、本当にね、なんかすごいね、1年でこんな、1年経つの。そっかそっか、10月1日で私たちも1周年ですね。1年、イエーイ。イエーイって感じです。はい。本当にすごい、もうなんかすごいね、すごいね、ねえ、なんかもう1年経ってるんだね。去年の夏の思い出とかめっちゃあるんだよ。そう、なんかしほちゃん特待生の時、お友達そう、しほちゃんと一緒によくお昼ご飯食べに行ってたなとか。そう、みよちゃんはなんか他にお仕事があったりとかしたりして、そう、なかなか食べる機会がねあんまりなかったんですけど、しほちゃんとはめっちゃお昼ご飯食べに行ってました。二人で栄地下のセントラルパークのね、めっちゃ行ってました本当に。めっちゃ行ってたんだよ。1年前のみやびちゃんに何か伝えられるとしたら何を言いたい。何か伝えられるとしたら、なんだろう。まあでも頑張れですね。頑張れ。そう、
あんまりちょっと深いことは言えないからね。ダンスは好きですか？ダンス好きです。そう。得意ではないかもしれないけど、好き。そう、好きは好きです。好き。そう、好きは好きよ。大好き。そう、踊るのめっちゃ好きなんですよ。そう、そう。なんか、ちょっと特待生、一回卒業した時も、また、あ、間違え、ずっとだ、踊ってたの。自己流でダンスを覚えて、K-POP アイドルとかが多かったんですけど、自分でダンスを頑張って覚えて踊ってました。そう。だから本当に踊るのが好きだったんですね。まあでも好きだけど、まあ得意なのかは分かんない。分かんないんだよね。そう、わかんないから。そう、練習あるのみって感じ。 制服の目を見て気になってます。ありがとうございます。制服の目嬉しい。そう、制服の面で気になって握手とかトーク会とか来てくれる方もいらっしゃって嬉しいですね。見てくれてるのが嬉しい。ありがとうございます。はい、これからもダンス、歌もどんどん上手になっていけるように励んでいきます。はい。そういえば17日、さあ、どうでした？どうでした？どうでしたか？ E 公演、どうでしたか？ 160% のパフォーマンス素敵でしたよ。ありがとうございます。もう160%です、本当に。160%。目標達成できたと思います。17日当たりました。当たりました。わー、楽しみにしちゃうね。ピンク、水色、白、ザイリウム振ってくださると嬉しいです。そう、メールの返信とか見てると、あー、外れちゃったっていうのが結構あったので、そう、どうなんかなって思いました。ちょっとお水飲むね。どうでした？ どうでした？ どうでした？ そう。まあでも DMM とかでも見れる。まあ、ね、でもやっぱり現場に行きたいよね。 現場に行きたいよね。でも DMM を見てる人にも、もちろんこの劇場に来てくれてる人にも、キラキラが届くように頑張ります。そう、難しいんだよね。中曲とか難しいんだよね。 難しいんですよね。難しいんだよね。そう、でも、そう、きっと皆さん楽しみにしてくれていると思うので。 はい、頑張ります。当たってる方もいらっしゃいました。よかったです。はい。
初アンダーだからね。緊張が計り知れない。声出していこうぜ公演はどの曲が好きですか？どの曲が好き？中曲、中3曲好きです。あのグーとパーの最後の最後のおクマさんが一人で大丈夫何回も勝ち上がろうぜって歌ってるところがあるんですけど、一人でそこが好きです。そう、そこが好き。元気をもらいます元気をもらいます。なので、はい、好きですね。かっこいい曲好きです。やっぱ改めて見ると髪の毛サラサラやっぱサラサラ、すごいサラサラかも。やっぱりね、そう、公演の時もなびかせちゃうってことです、これは。はい、もうこうやってやった後にいちいちなんかこうやって直さなくても、こうやってね、こうやってわーって直さなくても戻ってくるの。だってほら見て、ほら、わーすごーい、直ります。そう、いつもこのストレートかける前はこうやってしてたんですよ、鏡の前で。こうやって、ああなんかもうちょいなんか広がりを抑えられないかなってこんな感じで思ってたの。こうやって本当にこうやってしてたんですよ。でそしたらなんとこんな感じで今広がりを抑えられて幸せ、嬉しい。そう、もうこうですもう、はい、もう本当にこうやってやってたんですよ、本当に。サラサラならんかなって思ってたの。そう、サラサラなっちゃった。すごい嬉しい。もうほら、サラ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 二つの意味で頭抱えてたのに。そう、あの物理的にも頭抱えてたし、そう、うん、そう、もう頭抱えてました本当に。いろいろ頭抱えてたね。そう、でもなんか美容師さんによると、なんか、まあ、この状態ちょっとあれかもしれないけど1年ぐらい持つらしいんですよ。もうちょい短いかもしれないけど、そう、すごいよね。お団子ヘアみたい。お団子ヘア、お団子ヘアは、おだん、私はですね、お団子ヘアをね、あんまりしたことがないんだよね。なんて言うんですか、あのヘアアレンジはあんまりしないタイプ。そう、なんか U ピンとかさ、 U ピンとかさ使えないんだよね。なんか、あ、すごくすごく、なんかすごくぴょんぴょんしてるね。まあ、お団子、なんか2つのお団子してみたいなってずっと思ってるんですけど、よいしょ、ちょっと待って、本当に器用じゃないちょっと部屋、ちょっと髪の毛がほら、もうなんかピュピュじゃんピュピュじゃん、ピュピュですけど、こうなるかな。なんか韓国っぽい髪型あるよね、なんかここがピョって出てるやつここがこんな感じで、なんか、なんていうの、こんな感じで
なんかピョってピョって出てるやつない？なんか見て なんかピョって出てるやつあるよね。なんかなんたらなんかち盛りみたいな、なんかこういうやつ、こういうピョってなってるやつありますよね。そう、そういうね、なんかちょっとお姉さんのね、そういうなんか感じの髪型にも挑戦したい。サラサラになったからね、せっかくね、サラサラよサラサラよ、サラサラになったからね。ツインテールとかもやりたいの。やっぱ量が多いとツインテールがなんていうの、もうすごいすごいことになるの。なんかもううわーみたいな感じになるんだけど、宿毛かけたらどうなんだろう。よくわかんないよくわかんないけど、まあ収まる。そんなにサラサラ見せられてもストッパーかける気はサラサラないですわ。おーすごい、ダジャレだ。そんなにサラ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 見せられてもストッパーかける気はサラサラないですはい、もうこれはダジャレ、ダジャレ図鑑に追加されました。世界ダジャレ遺産に認定です。みやび、みやび、みやびダジャレ遺産、みやびダジャレ遺産です。これはみやびダジャレ遺産に認定。前髪安定してるね。前髪、そう、前髪はなんかちょっともうほぼノーセット、寝癖直して溶かして、なんかちょっとほら薄くなるように分けて分けて、それでなんかちょっとなんかアホ毛直しでピュピュピュってピュピュピュっと出てる毛を抑えてみたいな感じです。ほぼノーセットそう、なんか巻くか迷ったんですけど、このままにしました。シャー君は元気？シャー君？シャー君？シャー君いるよ。シャー君いますよ。いて、よいしょ。はい。もうなんかちょっとよく見えないよね、顔が。サメさんほらほら、相変わらずシャー君はすごい大きい大きい。最近はシャー君を横に置いてます、寝るとき。ヤッホーヤッホー、シャー君はちょっと私の寝相が悪すぎてよくなんだろう隅っこに押しやられたりとか、なんか下の方に移動しちゃったりとかよくあるんですけど、はい、シャー君です。久しぶりだね、シャー君は。ちょっとまあ、画面に収まりきらないです。こんなに大きいんだよ。ほら、ちゃんとほら、ヒレもある。ヒレ？尻尾？こんな感じであります。なんかそう、みやびちゃんより大きいんだ、シャー君は、はい、でも身長はね、私の方が高いですよ。さすがに私の方が高い。
シャークンはクレーンゲームでゲットしたの。そうです、シャークンはなんとクレーンゲームでゲットしたんだ。わ、虹ありがとうございます、ありがとう。そう、シャークンはクレーンゲームで頑張ってゲットしたの。そう、そう、すごいね、頑張った頑張った。もうちょっとずつこういう感じで言わせてって取れました。はい、お母さんがサメが好きなんですよ。なのでこれ欲しいってお母さんが言ったので、だからお母さんとたまに交代とかしながら撮りました。大きいのはね、コツがね、いるんですよね。ちょっとずつね、ゴールに、そう、穴にね、落とすの。ちょっとずつ穴に寄せていくんですよね。出口からよく出れたな。あの出口はね、そう、なんか挟まったんですよ。あれ？みたいな。そう、穴に挟まってなんか。で、店員さん呼んだら、あ、これもう取れてます。はい。って言って、景品ゲットです、みたいな。はい。挟まりました、シャークンは。はい。ちゃんと手も触れますよ。手も触れちゃうんだ。しかもほら、ちゃんとここもある。ここも、そう、かわいい。シャークンかわいいでしょ。ほら、長谷川シャークンです。ちゃんとお口もあります。あ、名字あるんだ。まあ、一応長谷川なので、私がだからちょっとシャークにしてるんですけど、はい。ジョーズって映画知ってる？ジョーズはユニバ行った時に乗ります。そう、お母さんがいつも、そう、つぶらな瞳って言ってます、上手のこと。ちゃんとね、なんか焦げた匂いがするんだよね。焦げたに、ガスの匂いが、なんか鉄砲で撃つんですけど、そう、ジョーズは何回か乗ったことありますよ。ユニバ行ったら必ず行くのはジョーズとか、まあ、ハリー・ポッターも行きますし。あれです。最近はマリオ。マリオとか。サメを取るぐらいお上手ですか？そう、お上手です。お上手です。これも、みやびダジャレイさんに、似てー。似てー。今度はチェンソーマン行かないとね。そうなんですよ。ハロウィンの時期に、チェンソーマンのやつあるんですけど、行きたいなと思ってて。そう、チェンソーマンはね、まだね、途中までしか読んでないの。そう、でもさ、ちょっとハロウィンって怖くない？もうだから、そのでも室内だからまだよかったね。ジェットコースターとかだったら乗れないよ、私。ハリー・ポッターは乗れる。ハリー・ポッター乗れるけど、ジェットコースターは乗れない。だよね。そう。
チェンソーマン一部で心折れないでね。でも一部で後半編でね、私止まってるんです実は。そう、もういろんなね、そう、好きなキャラクターも死んじゃったし、ちょっと悲しいって感じですね。そう、ジャンププラスでちょっとは読んでるんですけど、でもそうね、読み進めたいんだけどね、やっぱちょっとね、ゾンビにも会えるの、ゾンビ怖いの、ゾンビ怖いの、お化け屋敷とか行ったことないのお化け屋敷行ったことないからゾンビが怖いの、本当に怖い、どうしよう、ちょっとお水を、仲間気にしないでください、今の通知ははい、うん、ちょっとお化け、お化けはちょっとやだ、めっちゃ LINE、 ちょっと待ってね、ちょっと待って、マナーモードにいたしましょう、はい、ちょっとハロウィンはちょっと怖いね怖いね、そのうち企画でお化け屋敷あったりするかもよ、やだ、お化け屋敷は行きたくないです、本当にトラウマ、トラウマ、夜寝れない、夜もうトイレ行けない、起きてトイレ行けないよ、本当に虫とどっちが怖い、怖さが違う、あ、でもどっちも命の危険を感じるかも本当に虫はどんな虫でも本当に命の危険を感じます、セミとかでもなんかそうミンミン鳴いてたら本当にもうドキドキするし、そうねえバイオハザードのアトラクション面白いよね、バイオハザードね、そうゲーム実況で見ますよ、気になるよねバイオハザード、のずぶ濡れ SKE のスパ買いました、虫のエピソードにとても親近感湧きました、あ、湧きました、よかったよかったですねえ、やっぱ虫はちょっと苦手ですね、はい、でもやっぱ川にそんな虫がいなかったんです、魚もいなくて、魚いるかなって思ったらいなかった、魚はまあ大丈夫なんだけど、夏休みの課題昆虫採集、あーなんか小学校 1,2 年生ぐらいの時にありました、でなんか昆虫採集しなきゃいけなくて、ま、夏休みか忘れたけど、だから高学年の子にバッタ取ってもらいました自分よりも上の学年の子にちょっと虫無理だからって言ってバッタ取ってもらったそう、その時はねちょっとバッタ触れるようになったんだけど今はもう無理無理、はい、もうバッタも怖いもん、なんか顔に飛びついてきそうなんかこんな感じで、そう、まあ恐ろしい恐ろしい本当に、今年は暑くて虫が少ないらしいね、蚊も少なくない、確かに今年あんまり蚊に刺されてないかも、そうでも一回蚊に刺された時めっちゃなんかあざみたいになって色がねびっくりした、今は治ったけどびっくりしたもん、何に刺されたって思って、そう蚊なんだけど、うん、バッタは怖い、よかった、皆さんバッタは怖いですよね、やっぱりやっぱバッタはちょっとねピョンピョンしてるから怖いよね、でもセミも顔に飛びついてきそう
なんかジジジジジって言って、そう、飛ぶのは全部怖い。虫は無理です。あ、で、お化けか虫かだったっけ。お化けはもしかしたら仲良くできるかもしれないじゃん、もしかしたらね。あ、ヤッホーみたいな、ね、一緒にご飯食べようとか言ってさ、仲良くなれるかもしれないじゃん、お友達になるかもしれないけど、虫はもう、そうダメです。そう、お化けはまあお友達になろうと頑張ります。そう、お化けは仲良くなれる可能性があるじゃないですか。まあ、もしなんかちょっと やばかったらちょっとダッシュで逃げるけど、ダッシュで逃げちゃうけど、まあ、仲良くなれそうだったら仲良くなるよね。ね。ね。トンボは平気。トンボ、ダメ。もう虫はね、全部ダメなんだよね。本当にダメ。虫は本当にダメ。トンボ飛んでってもうわーってなるし、セミの抜け殻でもうわーってなるし、そう、この前抜け殻かと思ったら本当に生きててちょっとびっくりした。そんなみやびちゃんにお化け屋敷ロケの仕事が、それはちょっと怖いかも、それはちょっと怖い、それはちょっと怖いかもしれない、それはちょっと怖いかも、怖いかも。呪術に虫の呪霊が出てきたね。なんか虫のさ、虫の呪霊とか本当にちょっとやめてほしいかも。ちょっとしたもん、なんかさ、ちょっとね、そう、しかもなんで、そう、虫のチョイスが、なんかその呪霊、虫の呪霊が、なんか、部屋に出てくると嫌なやつ嫌な、ちょっとあれをなんかあれしてて、もう本当にもうなんか本当にちょっとやばかった。そうそう、そのそそれはもうちょっともうダメです。もうダメだった、もうダメだった。うん、呪術回線は好きなんですけど、でもちょっと虫の呪霊で、しかもちょっとその部屋に出てくると嫌なやつ嫌なやつが、そう、あのなんかね、操作しててなんかブーンって飛んでくるし、もうやだ、本当にやだ、本当にやだ。ちょっとね、はい、まあ、皆さんもでも呪術廻戦読めばわかるよちょっとはい、呪術廻戦も、はい、ぜひ読んでみてねはい、まあそのページはさっと読んで飛ばしたもん動いてちゃんとトライシム飛ばした。本当にちょっと虫やだ虫やだ。頭のいいバッタ、あーね、あ、そっか、あれか、イタドリのやつだ、そうだそうだ、あれか、あのバッタ、イタドリのイタドリ、あの渋谷の時か。そう、ちょっと私はもうちょい先の、あのまだアニメやってない、ネタバレだネタバレだ、ちょっとごめんなさい、ちょっと、ま、漫画の方です、これは漫画の単行本なんですけど、20何巻とか、何巻だっけ、なんかね、とりあえず部屋に出てくると嫌なやつが出てきたの、ふうちょっと本当に怖かったね。
ちょっと呪術廻戦読んでる方ならわかるかもしれない。あのバッタと、そう、またね、バッタの後にね、またちょっとわーって感じのね、虫のね呪霊が出てくるので、アニメを待ちましょう。これは実はまだ渋谷のさアニメ全部見てないんだよね。そう、まだどこまで読んだっけ。なんかね、まだね、野原ちゃんがね、そう、生きてるところまで読んで生きてる、そう、生きてるところまで読んでるよ。大変ですね大変ですね。うん、ちょっと見ないといけないアニメ、そう、がたくさんあって、まあ、幸せな大変さそう、録画してあるんですよ、呪術廻戦は。久しぶりにあのあれ見てもいいかもしれん。か、玉折みたいな、なんたら編みたいな、あの去年のちょうど今頃ぐらいにやってたやつ、五条先生の高校時代のやつ、あれを見ると去年を思い出すんですよ去年をね、思い出しちゃうのよね。はい、まあ呪術廻戦はとりあえず、まあ野原ちゃんが生き返ることに期待、伏黒くんが元に戻ることに期待しておきましょうね。どうなるんだろうね、伏黒くんね、ね、なんかね、今日も自主練行くの。今日はですね、鍼灸院に行きます鍼灸院に行ってきます。鍼灸院に行ってくるので、はい、なんかいい感じにリラ、あのなんて言うんですか、元気にしてきます。公演の後とかはね、結構鍼灸院に行きますよ行きますよ。今成田空港に向かってる。これからアメリカに戻るの。へえー、そうなんだ。そっか、じゃあね、しばらくはちょっと会えなくなっちゃうかもしれないけど、またいつでも来てください。日本に、はい、腰とか肩とか、まあそうですねそうですね、針怖くない。針はね、怖いよ怖いけど、そう、でも針はね、そこまでね打たないんですよ。お灸とか、そう、そんな感じ。はいはい、鍼灸院に行きますね痛くはない、針なんか刺すときは痛いかも、ちょっと。まあでも子供用の針なので私は大丈夫かな。もう一回の声めっちゃ楽しかったよ、また来るね、ぜひぜひ来てくださいね。またいつでも制服の目に来てください。俺13歳の時進級しなかったよ。私だけ？いや、そんなことはない気がするたまにめっさ暑い時がある。お給わかる、わかります。もう暑みたいな、そうね、そういう時はちゃんと言わなきゃダメですよ。わかりましたか。はい、ということで、そろそろ配信を終わりたいと思います。
皆さん今日は配信を見に来てくださりありがとうございました。最後にランキング読みをして終わりたいと思います。13位、メイドさん、ありがとうございます。12位、ピクミンさん、ありがとうございます。11位、赤色のトップスさん、ありがとうございます。10位、レインボーバードさん、ありがとうございます。9位、パンダの着ぐるみさん、ありがとうございます。8位、ホワイトトイプードルさん、ありがとうございます。7位、クマさん、ありがとうございます。6位、リスタヌキさん、ありがとうございます。5位、緑のトップスさん、ありがとうございます。4位、タレミミネコさん、ありがとうございます。3位、水色のクマさん、ありがとうございます。2位、応援してるシナモンさん、ありがとうございます。そして1位はニコニコピンクのツインテールさん、ありがとうございます。皆さん今日は配信を見に来てくださりありがとうございました。また配信するのでその時はぜひ見に来てください。それじゃあバイバーイ、バイバーイ、またねー、またねー、ちょっと壁にぶつけちゃった。バイバイ、バイバイシャークン、バイバイ。